心の中でこの思い込みに気づかせてくれてありがとう、この思い込みに気づかせてくれてありがとうってこう繰り返しながら、そこに流れてくる私には価値がないという葉っぱ、まあそのエネルギー情報をですね、客観的にただ見てください。それで、大事なポイントはその流れてくる葉っぱ、この情報はそのままにしておいてください。つまりこれを取り去ろうとか、あっち行けって絶対しないでほしいんですよ。つまり、これを取り去ろうとしたりあっち行けってやることは逆にですね、この自分には価値がないという情報にエネルギーを与えてしまいますので、かえって強まってしまうんですね。